はい遠野江ですそれでは今日は実践起業法についてのお話です昨日お金持ちマインドの中で一番お金を自由にできる立場というのは企業をして成功することだという話をいたしました。 まあ、その、一番ポイントになったのは、まあ、従業員100名から500名の中小企業の、創業社長になることだという話ですが、まあ、今日はそこまではいかないとしても、まず、スモールビジネスとして立ち上げて成功するというところのですね、実践的なところ、実践というのはこの実際に戦うと書きますが、まあ、それについて、え、参考テキストとしてはこの本ですね。 大川隆法総裁の書かれた実践企業法、HSU のために書かれたものです。でこれに、まあ、私なりのお経験も加味しましてお話をいたします。というのも、まあ、この本の方は、実際にこう、企業して立ち上げていってから、かなり大きくなるところまでをですね、えー、ずっと扱ってますけれども、今日はあもうちょっと絞り込んで、この短い動画では、 とにかくゼロから始めてこの離陸していくところですね、えー。ここのところの実践的なところ、ここをお伝えできればというふうに思っております。まあ、やっぱり飛行機乗るときもそうですけど、この地上にいる飛行機がずっと滑走路を走っていってこう飛び立つ瞬間っていうのが一番スリリングだし、私にとっては面白いんですね。えー、もちろんまあこの離陸してからこう大空に飛び上がっていくところまで行かないと成功とは言いませんが、 ま、このあたりについてですね、お話ができればと思っております。で、まず一番最初に、これは私なりの言葉ですが、ポジショニングを決める必要があります。で、どういうフィールドで自分が起業するかというときに、えー、まず考え方の筋としては、自分の関心、興味関心がある領域、ここを選ぶ必要があると。そうしないとなかなか続かないからですね。 で興味関心があって、なおかつ社会のニーズもあるところ、この交差点になっているあたりを見つけていくのがよろしいと思います。まあ、これが一つのセオリーですね。えーまあ、これは当たり前の話で、興味関心があるからこそずっと取り組みを続けていけるし、社会のニーズがないとですね、なかなかマネタイズするのは難しいので、お金を稼ぐことが難しいので、 この二つの交差点を探していくということであります。で、えー、まずは、まあ自分のよく知ってるところ、わかる範囲のところから攻めていく。えー、こういう考え方が大事になります。ただ、例外もあって、う、えーニーズを想像していくという、こういう道もあるんですね。これは一見社会のニーズは今のところあるように見えないんだけれども、しかし道なき道を作っていくということで、 ま、大川総裁が、宗教を始められた時も、ちょうど80年代のバブル期でしたので、景気がいい時はあんまり宗教というのは立ち上がりにくいので、ニーズなんかはほとんどなかったんですが、これはもう、天命を感じ取られてですね、そこにあえてチャレンジをした。その時は、ニーズそのものを掘り起こしていかないといけないということですね。これは松下幸之助先生もおっしゃってて、 ニーズがあるところで商売を始めるのが筋だけれども、本当はニーズがすでにあるところでやるというのはもう一手遅れてると。もうみんなやってるわけですから。で、本当の起業家というのはニーズがないところにニーズを作っていくのが本物なんだというふうにおっしゃっててですね。まあこっちの方が難易度は高いんですけれども、より大きな成功も見込めて、こちらでやろうと思うときはちょっと やる側に着替えが必要です。それだけの、やってやるぞっていう気持ちがより強く必要だということで。まあ、両方あるということは知っておいてください。で、セオリーで言うと、自分の強みとか興味関心があるところと、社会のニーズが既にあるところが交差してるあたり、ここに自分なりの、まあ、特徴を加味して、ポジショニングを作って、それでやっていくというのが基本的にセオリーではあるということですね。そして次のポイントはですね、 え、企業するときは、やっぱり小さなところから始めていくという考え方が必要です。特に大企業にいらっしゃったような方が企業するときに、大企業のときの気持ちのそのままでやろうとすると大体うまくいかないんですね。それは大企業には資金力もあるし、信用の積み重ねもあるわけで、いろんな人が協力していろんなことをやっていくんですが、自分で立ち上げるときはまず一人から始めますので、 だから小さく始めるるというセンスを持ってる必要がありますだからいずれ大きくしようと思ったらできるんだけどもう小さく小さくですね始めていく松下幸之助先生風に言えばもうそんな駅前の一等地に事務所を出すなんていうふうな店を出すなんていうことを考えずに人のところの軒先を借りて小さなところから始めていけというようなこういう考え方ですねだからなるべく小さな資金で、えー、始めていって。 えー、まあ、あの、できれば在庫などを持たずにですね、自分のこのソフトだけで勝負するのが一番安全なんですけど、まあ、そういう資金的なところも含めて小さく始めていくと。えまあ、で、まず最初は一人から始めた方がいいですね。あまり最初からあの、誰かと、うん、仲間と一緒にやろうと思いすぎてもですね、まあ、なかなか難しい面もあると思います。あの、先導が二人三人になると、そこでもいろいろと難しいな、 あの、対立が起きたりしますから、まずは一人から始めて、小さく始めていくということが大事ですね。で、その時に、えー、この本の中ではですね、えー、始める時何から手をつけていいか分からないから、すでにやっているところの研究をすべきだということですね。だから、大川総裁で言えばですね、まあ、その他の教団が出しているいろいろなものを読み込んだり、あるいは教祖の 年譜をこうずっと見ていったりしながら眼光支配に徹してもう要するに言葉になってないような裏のところまで見通すようなつもりでどういう時にどういうことをしていってそこまで大きくなったのかということを研究していく必要があるわけですねだからわからないものをですねこれから行く時にはすでにやった人を研究してで自分がやったらどうなるかなということを シミュレーションしながら多分こういう道があるだろうということを研究しないといけないわけですね。まあこれはそのリサーチがとにかく大事だということであります。まあそういったことで道をだんだんと見つけていきながら小さなところから始めていくと。で、その時に次信用というものがやっぱり大事になります。やはり人間としての信用ですね。これから自分の看板で えー、多くの方にお金を出していただく必要があるわけですから、この人は信用できるというものを使っていく必要があります。これはやっぱりまあ精神収容みたいなものが大事になっていくと。それからもう一つはお金の信用ですね。この人はお金を誤魔化さない人だというような信用が必要だし、もう一つはそのお金というのはですね、まずはまあ無駄金を使わずにお金を貯める力があるということが必要になります。 ただ、単にお金を貯めるだけじゃなくて、必要と思うとこにはちゃんと投資ができると。お金を使うべき時はちゃんと使えるというふうなこの両面が必要で、守ってるだけでもダメで、ここぞという時にはですね、このお金は生きると思ったらどっと使わなきゃいけない。しかし普段はあまり無駄金を使わずに節約することもできるという。まあこういう両面でですね、 お金の面での信用が大事になってまいります。で、その上でですね、まあこれ、この本の中の肝のところですが、その、ロイヤリティのある顧客を作ると。で、ロイヤリティというのは、まあ自分の会社とか自分の商品、サービスに愛着を持ってくださるような顧客を作れということですが、まあ宗教であれば信者を作るということになるんですが、 そういうふうな方々をですね、この本ではまあ、3万人の顧客ロイヤリティを作ったら、どんな商売をやっても成功するというふうに説かれてますが、まあ、小さくスモールビジネスを始めるときには3万人も必要なくてですね、まあ、別の考え方では200人、そういうロイヤリティになる人を作れば、まず自分は食っていけるという、こういう考え方もあります。ですからまあ、いろいろとこう、レベルはありますが、 顧客ロイヤリティを作っていく必要があるわけであります。で、そのために何が必要かというと、ソフトの差をつける必要があると解かれるわけで。だから他よりはいいソフトを出しているという面がですね、ここは差別化になるし、まあ,あ、うちを選んでいただくという理由になってくるわけであります。で、そのためには普段からこう勉強するということが必要になると。 いうことですね。で、さらに、この一人で立ち上げるときに大事なのはですね、とにかくこの中小企業、まあ、スモールも含めてやるときと大企業の差というのは、小さいものっていうのはもうトップがオールマイティでないといけないんですね。すべてできないといけない。で、大企業になってきたら色い々ろいろとみんなでですね、力を合わせながらやっていけるんですけど、小さいときは、 もう川上から川下まで全てやらないといけないいいとけですからあ、ポジショニングを考えるのも自分。それから商品を作るのも自分。それから集客をして見込み客を集めるのも自分。それからそれを販売していくところも自分ですよね。えー、まあそういったことで実際サービスを始めるのも自分です。だから、全てを自分でやらないといけないし、あらゆる問題を解決してくれる人は自分しかいませんから。だから、 そういう意味で、オールマイティでやるというような決意が必要になるわけです。ただまあ、なかなかですね、最初、自分の知らないことで、えー、踏み込んでいくと、知らないところで失敗しますから、まあ、それなりのアドバイザーをつけた方が成功しやすいという面はあってですね、まあ、すでに経験を持ってある程度成功してる人にアドバイスをしてもらう、コンサルをしてもらうというようなことが、まあ、一般的には行われるわけですね。 私もそういったことを専門家から学ぶためにそれなりに投資はしました。そういったものがなくて完全に自分一人だけでやっていくというのはなかなか至難の道であるというふうに思います。でまあ、そういうふうなことでオールマイティでやるんですけどそこから大きくしていくときはですね、これはやはり自分の分身を作らないといけないので、まあ、自分がすでにやってのけたことについて あの、教科書化していくということですね。教科書化して、な、それなりにテキストを作って、そして、まあ、社員を教育していくという面があるんですが、それはもうちょっと大きくなっていくときの話ですから、そこについてはですね、今日そんなに触れません。この本の中に詳しく書いてますから、読んでいただければと思います。それより、まず、自分自身の仕事術としての基本ですね。え、これは何かというと、 まあ、とにかく、自分自身がオールマイティにやるときには、時間が何よりの資源になりますから、時間の使い方について常に考え続けるということが必要で、でその時間がですね、えー、無駄になっていくときの一番大きな要因は、その決断がつかなくて迷ってしまうという時間で無駄になりやすいんですね。ですから、そのとき主張なものは即断即決のスタイルです。 だから、問題が起きてももう、その場で解決するという、この即断即決が一番時間短縮に貢献するんですね。で、えー、もっと違う言い方をすれば一日一生です。今日起きた問題は、今日中に解決をするという気概でやっていくということが一番大事で、それができずに、宿題にしてしまうとですね、えー、まあ宿題が一つや二つだったらいいんですけど、宿題が溜まり始めて、 三つ、四つ、五つと溜まってきて重くなってくると身動きが取れなくなってきますので。だからもうとにかく今日起きたことはもう今日中にす少なくとも判断のレベルでは解決をつけるんだというようなやり方ですね。こういったものが仕事術の基本になってまいります。まあということでですね、えー、まず最初はとにかくポジショニングが大事ですから、まあセオリーで言うんであれば、 自分の強みがどこにあるのか、自分の興味関心はどこにあるのか、あるいはこれまで自分がやってきたようなスキルを活かせないかどうか、この辺から始めていってですね、そしてまあ社会のニーズがある程度あるなと思うとあたりにポジションを築いていって、まあその後はですね、とにかくもう小さなところから始めていくというような、一回プライドを捨てて、小さいところから始めていきながら信用をつけて、そして、 顧客ロイヤリティというものを作り上げていって、まあそして、えー、オールマイティで仕事をするためにですね、即断即決をしていくということが、まあ企業の仕方になります。まあただ、ああ、具体的にやるときには、さらにいろんなことがですね、必要になってまいりますので、まあここでは語り尽くせませんから、 私もメルマガでですね、無料メールセミナーというもので、さらに詳しくお話をしておりますので、概要欄に貼っておきますから、さらに興味のある人はそちらから勉強をされてみてください。ということで今日は実践企、えー、業法のお話でありました。この本が非常に優れておりますので、ぜひこれをお読みされることをお勧めして今日の動画といたします。ありがとうございました。